そういえば今までもみんななんか絵描くとことか撮るのすげえ苦労してたよ。なかなか描かないから。あまり数やったことないんですけど、たまに来るようになりましたね。挿絵好きですけどね。やっぱストーリーがあって描くっていうのが入ってくるんですね、うん、なんかでも本当に映画監督気分ですよ。あそうそう、だから結構役者決めるとこからやったり、 あと何あのフィルムのなんか濃度とか、もうすんごい墨っぽくやっちゃおうとか、うん、割となんかこう映像的に考えてるのが楽しいこと、演出みたいな。子供の頃から絵は好きだったんですけど、なんかすごい覚えてるのが、小学校の低学年の時にみんなで学校に飼ってた鶏を描いて、で僕がね、たまたまなんか鶏が首が振り向いてるところを描いたらすごい褒めてもらったことがあって、それ以来僕何描いてもしばらく何年か全部後ろを向いてる絵を描いてた気がする。でも今人の絵とか描いてんのも、なんか最初旅行行った時に、2年間旅行した時に絵描き始めた時に、最初中国から行ってチベット行ってネパール行った時、ネパール人の人たちがすげえ褒めてくれたんですよ。最初そこなんですね、やっぱ褒められるっていうのはすごい。最初ネパール人の人たちに見せたくて描いてた。もうなんか夏とか春ぐらいから僕もう散歩しに来てこの辺で寝てますからね。すごい気持ちいいよ。もうみんなに褒められたい。いやでもね、なんかね、ちょうどね、一昨年かな、個展やった時にあのまた顔の絵ばっかり100何枚とかドワーッと並べて貼った時に、うちの親が来た時に、うちの母ちゃんがなんか絵見てボソッとこう、よく頑張ったねって言われて、うわこれこんなこと言われるの何十年ぶりだろうと思って、それすごい嬉しかったの覚えてる。そう聞きますね。ねよく頑張ったねとか言われないじゃん、もうびっくりした。なんかお待たせしました、下村さん。はい、すいません。はーい、どうでしょうか。美味しいですよ、いつも。どのぐらいの頻度で食べに行くんですか。週1ぐらい。週1もっと時々もっと来てるかも。でも普段外食の半分以上カレーかもしれない。カレー好きなんですね。カレー好きですね。カレーが一番じゃ好きなの。うん。まあ僕が持っている下村さんのなんか捉え方なんですけど、なんかこう非常に現代的な、なんて言ったらいいんですかね。お坊さん、例えばお金とか名誉欲とか、なんかそういったものになんかあんまり頓着してないように見える、まあ、少なくとも食欲にはすごくなんか縛られちゃってる人だったかもしれないですけど、それ以外のなんかいろんな欲望からはちょっとこう距離を置けてるような、なんかそんな人に見えて、なんかいい意味で毒っ気のない方。去年の年末にやった個展の時に、その個展のオープニングの時に初めて二次会でお店を貸し切って、そういう個人的なことで忘年会を兼ねてパーティーをやらせていただいたんですけど、思いのほか楽しくて、僕酔っ払ってたせいか皆さん来ていただいたんですけど、なんかたくさんの友達とうわーっとご飯食べてお酒飲んでするのが本当に楽しかったので、
すぐにとは言いませんけど、できればもう一度やってみたい。なんか僕絵でやってみようと思ったのが30からなんですよね。30歳の時からやってみようかなと思ってやってて、その時は何だろう、もっと今でもそうなんですけど、絵だったら何でもいいやみたいなとこがあって、なんかこう絵を描かせてもらえるのは何でもいいやと思ってやってて、そしたらなんか10年の間に思ってたよりももっと、自分が思ってたよりもずっといろんなことをやらせてもらった気がして、なんだろう、なんかね、自分の本を作らせてもらったりとか、絵本を描いたりとか、あとね、映画の仕事をやらせてもらったりとか、ちょっと 絵を描いてることで こんなにいろんなことに関わらせてもらうとあんまり思ってないことをいろいろやらせてもらったので、基本絵が描けてれば描けて、それがいろんなものに発生していけばいいですよね、今までみたいにね。